はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ中世編勇者オルステッドやっていきましょう。てか別にオルステッドはまだ勇者じゃないか。これから手がかりはなし。そう、勇者の山に行かなきゃいけないんだけど、勇者の山の敵が強くてさ、逃げ帰ってきた結果なんだよね。レベルが単純に足りないのか。まあ、RPG の基本はやっぱりレベル上げもあるからね。このゲーム1上がるとだいぶ変わるから、もう1レベル上げた方がいいのかな。カットマンエイで、魔法はなんかもう完全なる全体魔法が欲しいんだけど、一掃したい。届く？全然届かねえわ。人々は20か、敵の。こいつらでどんくらい経験値、大して入んねえわ。雪山の入り口くらいでちょっとレベル上げするか。雪山入った方が多分敵は強いよね。入り口あたりであのなんか超ごっついやつが出てくるかどうか。シャープストローちょっと強そうなやつになったな。48か。じゃ V 社員にしとこう。どうだ。で、弱点は風。いいねいいね。属性いっぱい持ってた方が使いやすいは使いやすいな。オルステッド1レベル上げていくか。やったか。というわけで、アルステッドレベルが上がって、オルステッドか。ストレイボーも、まあ上がりそうだな。ストレイボーもレベル上げたらいこう。レベル4だな。やったか。というわけで、ストレイボーもレベルが上がって、レッドケージを覚えましたと。まあヒットポイントがだいぶ上がるからね。OK、OK。じゃあこれでちょっと雪山行きますか。レベル5とかで行った方がいいのかな。勇者の山、ひたすら登っていこう。あれ、こっちでいいんだっけ。こいつらなんとかなるよな。でこれはカットしてプラス3、木の入ってるし、腕力ドレイン、カウンターか。腕力ドレインか。すべてを持ってかれた。レッドケージってどんな感じ。いやー、範囲があれだな。もう一歩左に動いてこいつにしよう。ためありか。しまった。これ V 社員行かないと多分一発で倒せないな。ハンマーに弱かったね。よし、行け、レッドケージ。おお、いいね。多段ヒットするやつ強い。でハンマーパワー、ゲー、ハンマーパワーこういう感じか。うんうん、これでどれくらい経験値入る。割と入るんだったら、うー微妙。レベル上げようかと思ったけど、進んでいこう。もう強いやつが来たら逃げるしかないよね。これどっちだ、こっちでいいや。なんか足跡があんのこれ。どっちだ、足跡が消えてんだけど。あ、続いてる。普通にこのまま向かっちゃっていいのかな。まあ、1体ずつ処理していこう。どうだ。でためがあるからもうちょっと普通に45くらいだったら絶対いけるし、弱点だし。やったか。
て射程に入ってきたな。まあ、マジックパワーみたいなのないからそういうの気にしなくてもいいのがまあ楽かな。温存とかね必要ないから。あとさ、いろんな方向に道があるけど、なんかアイテムとか眠ってたり、変なやついいんだけど、こいつ、この人は勇者、普通の人だな。挨拶はなし。やっぱり入ろうと思ったら敵が出た。やつの死角か。追いかけてきたものをこう振る。いいだろう、こいつを倒せないくらいでは勇者に会う資格はないということか。範囲攻撃が欲しい。マジで強力な、やったか、カトンの術クラスの範囲攻撃が欲しい。あとよく言えばさ、回復魔法欲しいんだよね。まあ、2人とも攻撃系だから、レッドバレット敵を受かて火の魔道、やったか。ん、アクシアンソード、もはや何が強いんだかわからんけど見てみよう。ノルミックソード、あ、めちゃくちゃ上がるじゃん。やったぜ。これが勇者の使っていたソードということか。あはー、盾、これさ、パクっていいの？ちょ、話そう先。なんかパクんじゃねえとか言われたら嫌だからな。え？パクれってこと？とかよ、この盾どこかで。いやいやいや、そこら辺で見ただろ。鍵がかかってる。そりゃそうでしょ。どうしてんの、マジで。こんなさ、見知らぬ男2人がさ、あさってても動じない。さすが勇者だ。その心、受け継ぎたいものだ。出よう。てか、どうすんの、本当どうすんだ。ずいぶん立派な盾。下山するか、南のハミリオの村にも行ってみよう。え若干お使い衆がしてるんだけど、その間にでもレベル1上がってくれればな。これさ、他のどことかちょっと見てみよう。寄り道も必要。攻撃力上がったかな。見してやろう、ハンマーパワー、その力。おお、上がってるね。レッドバレット、これは変わらない。敵を受かて火の魔道、いてつく触手。うん、スピード落ちてるけど、まあ一緒。なんか凍って動けないとか、フロストバイトとかになんなければいいよ。アイスヘルム、これ現地調達だな、マジで。あ、アイスヘルム装備してんじゃん。サーリット、これはそうか、特攻が下がるんだ。やめとこう。火力重視。山自体は結構深いぞ。だ、上の方なんか印があるんだけど、なんかあんのか。え、山頂、お墓かこれ。偉大なる勇者、ここに眠る。やつはハッシュじゃないのか。ハッシュはもう死んだ。そしてハッシュの意志を継いでいる人、おっさん系出たー。今ならいけるかな。ちょっとなんかアイテムない、こんなもん。敵能力の素早さ下げんのか。あれ、ユニコーンホーンとか、これで回復しろってこと。能力が上がんな、治り草。
ちょっとか、1段階か。いやー、まあ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 、ちょっとまず行くしかない。耐性があるな、ダメだ。ハンマーパワーで行こう。見せてやるぜ。61。あ、下がった下がった、いいね。で、もう全てに耐性があるから、じゃあこれで行くしかない。雪崩起こし。は？ふざけんなこいつ。炎の檻に囚われるがいい。112。何？ハンマーパワー。いけ。倒せないことはない。勝つだ。下がれ。もう下がらないか。めった殴り。これいくつ食らう？やばい。俺か。だったら、ちょっとユニコーンホーン。これを。え、なくなりそう。なんかしまった。なくなりそう。ちょっと見てみよう。なくなってるわ。そうだよ。なんかなくなんないやつってなくなんないって書いてあるもん。やっちまった。やっちまったけど。大した回復量じゃなかったからね。で、めった殴り分だって書いてる。死んだ。ちょっと待って。自分、味方。はいはいはい、ちょっと蘇れ。これを使え。すまない。あ、よし、冷却分がだいぶ減ってんな。また冷却やってきてるよ。で、ちょっともう完全回復しとこう。回復量が少ないな。200くらい回復してほしいんだけど、なだれ落とし。最悪、これ最悪だな。レッドケイジ64も回復されっかんね。ふざけんなマジで。よし、126。何？で、ハンマーパワー。下がれ。下がらない。めった殴りで。まだ生きてる。多分俺の方が早いから、ストレイボーはもうマジで攻撃力だな。行ってくれ。100当たってない。下校中か。これの命中率によるな。しかも俺のが遅かったし。いや、これは186押すしかない。オルステッド、君の死は無駄にしない。早い。179。48。100食らってくれればな。炎の檻に囚われるがいい。いや、ダメだ、全然ダメだ。何？はい、オルステッド死にました。またクンスカしてんですけど。177。これここら辺とかにやってさ、あ、できねえわ。いや、いけ、後ろ向いてんぞ。やっぱこれ後ろ向いてるとか関係あるな。これどっち向いてる？なあ、一回外出すか。64回復。これ死なないよね。これどっち向いてる？どっち向いてんのかがマジで分かんねえ。自分に対して100。オッケー。オルステッド死んでるけど経験値は入んないよね。おお、上がった。こんなところか。パープルミスト。ただ犠牲もでかかった。ピンピンしてるわオルステッド。さくだろう。オールステッドもレベルを上げたい。お前はこういう細いやつを倒しといてくれ。これさ、プラスリンクで倒せないかな。よし、いいね。よし、こっちの、こっち外した。移動されてるわ。効かんだと。
いや、外しただけだよ。まあいい。汚名返上といこうか。アクシアンス。もう2回くらいでレベル上がりそうだね。こういうところとか、なんかアイテムあるところは光ってるからね。次あの狼みたいなやつが出てきたら、雪山のやつが出てきたら逃げよう。さすがに一層よし、上がった。うんうんうん、31上がって、インケージ覚えて、33特攻はまか微妙なんだよな。5上がってるけど、どうせだったら物理防御力が上がってほしい。よし、ただレベル5にはなったんで満足して降りよう。お、変なとこ出てきた。これここで2人一発で出せば、いやー、まあまあまあ、しゃあないしゃあない。シルバーフリーズで2体は無理か。さすがにおとなしくレッドパレット打っとくか。敵をうがて、木の穴を。あんな格好して寒くないの、こんな雪山でさ、野党みてえなやつ。よし、でアームストロングか。アームストロングって最初に出てこなかった。トリカウト超やばいの使ってきた。毒だろ、機関は。切る。アイスヘル、これ売れないよね。武器屋とかなさそうだもん。ダイスヘルムいっぱい手に入れてもしょうがないっしょ。フリーザインがね、倒せなさそうなんだけど、いけるか。あ、弱点だな。ザン。よし、OK。霊気。で、炎で。近づいて、まあ、V シャインで。いけね、ハンマーパワー使おう。ちょっと範囲がいまだに覚えてない。ってことはやっぱり回復魔法欲しいんだよな。一回下山して村目指して、盾か、盾あったよね村に。あれを見ればいいのかな。もうここら辺の敵は雑魚でしょ。別に勝ってないからね。じゃあプラスリンクで2人排除して。どうだ、なんか自分もあんま強くなってる感じがしないんだけど。で焼き尽くす。もう弱点とかしないで射程に入った魔法で倒す。やったか。いや、もう全然経験値入んないわ。多分3とかだったんだろうな今。1人1。ファミリオの村、でここの家か。あれ、ご老人。だんだんぬくいの。この盾どこかで。の、なぜその盾を知っておる。盾が2つあるってのもなんか
珍しい話だよな。そうか、魔王がよみがえり、それでハッシュのもとへ。ハッシュ死んでたよ、墓があったもん。ハッシュは確かにかつて魔王を倒し勇者となった。しかしハッシュを頼る人間、もてはやす人間が後を絶たず、やがてハッシュは北の山にこもってしまった。自分ばかりを当てにする人々、そして勇者と呼ばれもてはやされている自分にも腹が立ったのじゃろう。わしもそうじゃ。え、こいつなんかハッシュと一緒にいた。勇者などという名声は人間を堕落させる。だからここで静かに暮らしていたのじゃ。するとあなたは。さよう。わしがかつてハッシュと共に戦った僧侶、ウラヌスじゃ。僧侶ってことは回復魔法使えそうだよね。姫様を助けるのも大事じゃが、ハッシュを人間嫌いのままでいさせたくはない。人が人を信じなければ一体何を信じるのじゃ。わしも行こう。行ってハッシュの心を。おお、ブラヌス。見てみよう。レベル6、高い。スキルだな。光の祝福。いいね。反撃専用。ヒットポイント中回復。すべてのこう一括するってどういうことよ。ゴッドボイスだからか。さすがウラヌス。じいさん元気だな。走ってるよ。え、ハッシュの墓がでもあったよね。あれは何だったんだ。てかあの雪山にいた、だからおっさんがハッシュかなって思ったけど、ハッシュの墓がありました。でもハッシュという人間はもう死んだんだっていうけなんだおりゃ。ってことで自分で自分の墓を建てたのかな。もう一般人として生きていく。勇者ハッシュは死んだ、そういう感じ。パープルミストって、もうこれは範囲魔法でどんどん倒していこう。ゴッドボイス、え、ガチで全体魔法だ。でも役立つわ。アリスのビスケ、これは敵を倒してれば勝手に、あれ、こっちから行けたりする。え、行けんだけど、近道とかに、近道だわ。ライトライダー。じいさんの方が敵よりは早いよね、多分。殴ろう。え、ちょっと待って、殴れねえじゃん、よく考えたら。殴るとかないわ。最悪だ、結局攻撃された。いや、時間カットのためにさ、殴ってぶっ倒そうかと思ったけど、こいつ攻撃がそもそもゴッドボイスしかない。でも回復役がいれば、あのクマに出会った時でもオルステッドとストレイボーで攻撃ができるからな。で、じいさんでずっと回復してればいいわけだから、
このメンツだったらいけそうだな。まだあいつ経験値くれそうだしね。クマちゃん1、2、3、ここでガスリンク。はい、どうだ。でこっちゲー移動してきやがって、間違えちゃった。ちょうど入らんな。こうか。やったか。山登る間にまた1レベル上げたいよな。そうするとやっぱりクマ出てきてもらいたい。今ならば倒せる。1体倒したら終わりとかそういうのないよね。さあ来い。全然来ない。結構狭いからね。これ役立つわ。よし。霊気。見えた。で、これの射程をちょっと確認しておかないといけないんだよな。全然ダメだ。これだ。上がらんな。さあ頼もう。ハッシュ、いつまでそうやって心を閉ざすつもりじゃ。魔王が蘇ったのじゃ。ハッシュ、弱くなったな、ハッシュ。確かに人間は弱い。お前こそ老師の弟子にした方がいいぞ、ハッシュ。弱いゆえに強いものを頼りもする。じゃが弱いからこそ強くなろうとする。人を信じるからこそ強くもなれる。強さとは心じゃよ。行こう。人違いじゃった。勇者ハッシュは死んだ。ここにおるのはただの拗ねた臆病者じゃ。え、これはてかなんでさ、魔王と戦った時喋ってるけど、なんで盾が2つあんの。こいつ何も喋んねえな。おお、着替えた。勘違いするな。くだらない人間たちのために行くのではない。私が弱い人間ではないことを。証明するためだ。勇者ハッシュ。ただ勇者らしかならぬ。まずは山頂に行く。魔王山に行くにはあれが必要だ。聖剣グランドリオンか。てか盾は持ってかないの。あ、持ってた。勇者も盾。え、これ俺装備できる。勇者じゃないけど王族の盾だったら勇者の盾でしょ。あんま強くねえんだけど。素早さが上がんな。ちょっと他に革の小手
こいつも勇者の盾装備できる。めちゃくちゃ素早さ下がるな。素早さ重要だよな。こいつ、もう勇者の盾全員装備できんな。皮の固定しとこう。これ、どうやって見るんだ？まあ、いっか。サーリット、特攻がガンマン。チャリオブツ、なんも。あ、川のブツだったらチャリオブツの方がいい。チャリオブツ装備できねえし。ディフェンダー。これディフェンダーよくね？普通に。で、じゃあ俺がちょっと勇者の盾をもらっておくか。ちょっと待って、お任せすぐ一回してみよう。はい、はい、アイスヘルムになった。はい、アイスヘルムになった。神聖アーマーになった。王族の盾になった。いいのか、本当に。レベル10つえ。何覚えてる？カットは一緒だな。レイザーソニックから変わってくるな。デストレイル。魔王を倒した伝説の技、これで倒したんだ。ドラゴンソウルとかの方がかっこよさそうだけどね。スピンドル。というわけで、伝説のパーティー2人が仲間になったので、あれを取りに次回行きたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。